皆さん、こんにちは。1997年4月、大阪朝日放送の生放送番組、朝だ、生です、旅サラダの2代目総合司会となった神田正輝さん、元嫁松田聖子と石原裕次郎との黒い噂の実態に驚きを隠さない、今日は神田正輝さんのことについて紹介します。まずは、神田正輝さんの経歴とプロフィールから紹介します。神田正輝は日本の俳優、タレント、東京都港区出身、日本大学芸術学部映画学科卒業、石原プロモーション元取締役であり、1976年のデビューから2021年の石原プロ解散まで石原プロに所属、現在は芸能事務所には所属せずフリーとして活動している女優朝日照子の長男、娘は神田沙也加、元妻は歌手シンガーソングライター女優の松田聖子、女優である朝日照子の長男として生まれる。中学時代は陸上部、水泳部、バスケットボール部、天体観測部を掛け持ち、スキーとダイビング、用愛マイサ回避も経験、将来はペンションか海の家の経営を夢見ていた。大学時代、プロ級のスキーの腕前を生かし、テスターのアルバイトを経験する。世界のスキー場にも行き、氷河の上を滑ったこともある。命がけの仕事なので給料は高かったが、やがてスキーが嫌いになった。1973年、レストランで俳優石原裕次郎に声をかけられ意気投合し、その一週間後、石原からの誘いで日活を見学、さらにその一週間後、石原から、冷やかしでドラマ一本に出てみないか、と言われ、早くでドラマに出演し、石原プロモーションに入社した。1976年、日本テレビ系列、大都会戦いの日々にて、新聞記者、球場工事役で正式に俳優デビュー。当時は現地の長野の方言で苦労したという。翌年の第2シリーズ「大都会パーティー」にも刑事役で第14話よりレギュラー出演し、松田優作らと共に激しいアクションシーンも披露する。その後、石原に頼まれ神田を引き受けた岡田博吉がプロデュースした「青春ど真ん中」、「夕日が丘の総理大臣」、「俺たちは天使だ」で気弱な美男子を演じてハマり役となった。1980年、日本テレビ系列「太陽にほえろ」415話より第1話から小野寺明が演じた島君幸刑事の後任で、医学部中退の西条翔刑事役で出演し、以後1986年の最終話まで出演する代表作となる「太陽にほえろ」は神田の登場に合わせ、1970年代の生真面目な作りから1980年代の漫才ブームが起こり、喜劇が求められる時代に、マッチした笑いを重視した作りに番組カラーを転換した。神田は、太陽にほえろの寿命を大きく伸ばすことに貢献し、14年続いた番組の後半を支えた、1985年映画、カリブアイのシンフォニーで共演した歌手、松田聖子と結婚。当時すでに人気俳優だった神田とトップアイドルだった聖子の華やかな結婚は、世紀の結婚をもじった世紀の結婚と呼ばれた。翌年、聖子との間に娘神田沙也加を設ける。1995年、 NHK 東梁瀬深川人情見世通りで時代劇初主演、ヒロインは池上紀美子。神田にとって好きな作品、思い出の作品であるという。1997年1月、結婚生活12年で松田聖子と離婚。1997年4月、大阪朝日放送の生放送番組、朝だ、生です、旅サラダの2代目総合司会となる。長野オリンピックの前年1997年から、毎年3月に自身の名を冠したスキーコンペ、神田正輝カップ、を長野県志賀高原で開催している。参加者100人前後の大会で、神田はオーガナイザーを担当しているだけでなく、技術代表としてコースの点検、確認のため、実際に自ら滑走している。2004年、1995年に NHK で放送された、東梁瀬深川人情見世通りを、自らの提案で舞台化して主演。神田にとっての初舞台で、
ヒロインは今回も池上季実子。2021年12月18日、娘の神田沙也加が舞台、マイ・フェア・レディに出演するために、滞在していた北海道札幌市にて35歳で死去。12月21日には札幌市内の斎場に赴き、一連の式の後、沙也加の母で元妻、松田聖子と並んで短い会見を行っている。12月25日は通常通り、旅サラダにおいでん番組のオープニングで、僕はいつもみんなを守る立場だけど今日は守られてる雰囲気がするな、ありがとうございます、僕は元気ですよ、とコメントした。この舘ひろしさんと早見優さんのポートピア病院に搬送されたという衝撃の痙攣事件には黒幕がいて、それが神田正輝さんだったなんて噂がありました。さらに衝撃的な話ですよね。しかしこの噂は神田正輝さんが黒幕だったわけではなく、早見優さんの痙攣事件の相手が舘ひろしさんではなく神田正輝さんだったという噂でした。なぜ神田正輝さんが浮上したのかというと、早見優さんの公表していた好きな男性のタイプが舘ひろしさんではなく神田正輝さんに当ては待っていたということです。それだけでこんな噂になるなんてすごいですね。舘ひろしさんと早見優さんの衝撃的な痙攣事件について紹介しましたが、真相はどうなんでしょうか。この事件の情報は2006年頃に20年前の話でという形でネット上に書き込まれたことが始まりとされています。しかし確かな情報は一つもありません。これに関しては目撃情報といわれるものがいくつか出回っていました。事件が起こって救急搬送の際、それを嗅ぎつけたホテルの利用客に目撃された、友達が現場を見た、救急搬送の際に業務に当たった救急隊員が友人で、その人から詳しく聞いたというものでした。そもそもこの噂は東京のホテルで密会していたはずなのに、搬送先が兵庫のポートピア病院で、そこに運ばれたのを見たということ自体怪しいですよね。この件に関してはポートピア病院ではなく六本木の元防衛庁近くの病院説もあるようですが、どちらも確かな情報ではないようです。しかも救急搬送されるときに2人の下半身をくるんでいた毛布が風に煽られ飛んでいったなんて話もあり、完全にネタですよね。舘ひろしさんと早見優さんには交際していたという証拠自体ないのでデマだとの意見が多く、それでもヤバすぎて面白いからと都市伝説となっているようです。確かに都市伝説になっていいほど衝撃の内容ですよね。当時舘ひろしは石原プロモーション、早見優はサンミュージックに所属していました。先ほども触れたように痙攣事件の相手として舘ひろしではなく神田正輝版も存在しているのですが、これは所属事務所絡みという推測があるのです。神田正輝が当時結婚していた松田聖子もサンミュージック所属、また松田聖子には一時期石原プロモーションの石原裕次郎の愛人説が浮上していました。つまり舘ひろしや神田正輝は石原プロモーション、早見優はサンミュージックという風に事務所間で深い仲を想像させる噂が存在したのです。こういった噂が先ほどの舘ひろしと早見優の痙攣事件の噂につながったという風に推測されています。デュエットしながら見つめ合う石原裕次郎さんと松田聖子さん、初見だとまるで恋人同士のようにも見えてしまいますよね。やはりあの噂は本当だったのでしょうか。実はかなり昔からネットでは松田聖子と石原裕次郎は愛人関係だったのではないかという根強い噂が囁かれているんです。当時松田聖子さんは神田正輝さんと結婚したばかり、石原裕次郎さんは二人の結婚を祝福し、結婚式では仲人を務めたくらいですから、普通に考えれば愛人関係なんてありえない話です。でもデュエット動画でのラブラブっぷりを見てしまうと、松田聖子と石原裕次郎は本当に交際していたんじゃないかという疑念も抱いてしまいますよね。実際のところはどうだったんでしょう。ネットで囁かれている噂には続きがあります。その噂によると松田聖子さんの娘神田沙也加さんの本当の父親は石原裕次郎だというのです。
松田聖子さんが石原裕次郎さんの子供を妊娠してしまい、自身に子供がなかった裕次郎さんが産むことを希望した。しかし裕次郎さんには奥さんがいるので、自分の部下である神田正輝さんを父親役に仕立て上げた。ネットの噂ではこのような憶測になっているようです。いくらなんでもそれはないでしょう。一気に話の信憑性がなくなってきましたね。神田沙也加が松田聖子と石原裕次郎の子供ではないか、との噂。実はこの話があくまで噂であるということを証明する理由があるのです。実は石原裕次郎は松田聖子と噂になった時はすでに、スキーの怪我による治療のせいで、男性機能が機能しないという後遺症があったといいます。つまり子供を作りにくかったというのです。またこの噂を払拭するのが、松田聖子の野心。彼女は恋多き女ではありますが、野心も強いとの噂がありました。石原裕次郎ほどの大物が、この野心に気がつかないはずはないでしょう。そもそも神田沙也加さんは、神田正輝さんと顔がそっくりなんです。どこからどう見ても血のつながった親子ですよね。神田沙也加の父親は石原裕次郎という噂はどうやらデマだったようです。それにしてもどこからこんな噂が飛び出したんでしょう。やはり石原裕次郎と松田聖子のデュエット映像がラブラブすぎて、それが勘違いを呼んでしまったということなんでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。